あたしは上坂千夏、ちなちって呼んでね。くんくん、あれ君って塗料の匂いがしないね。何でガンプラ塗ってるの？水性塗料系？もしかしてガンダムマーカー重ね塗り系？生徒会にマジで立ち向かってるって噂だし、ますます君に興味が湧いちゃったかも。ねえねえ、君のガンプラ見せて見せて。廊下じゃあれだから秘密の場所に行こう。ここたまに忍び込んでデコるのに使ってるんだ。みんなには内緒だよ。君もよく使ってるの？マジ？まあ細かいことはどうでもいいや。それじゃ早速見せてよ君のガンプラ。どんな塗りなのか気になっちゃって。私から言わせればまだまだデコリが甘いけど、センスは超イケてるかも。じゃあそろそろやろっか。どうしたの？ここに来たらやることは一つでしょ。私のガンプラとミッションしよう。バトルフィールドで見ると君の機体色が映えるね。私も参考にしなくちゃ。地形に合わせて見た目を変えるとかも面白いよね。ジャングル迷彩は土定番だけど、最近のガンプラだと都市迷彩も流行ってるし、まあ私の場合は基本可愛く派手になんだけどね。迷彩はエアブラシ使わなきゃなんだけど、私持ってないんだよね。だから学園のを借りてデコるんだけどさ。うわ、のんびり喋ってる場合じゃなかった。 いくよ。ごはん、あたしが作って、あたしが戦う。神坂千夏、いくよ。君ならこのクエストも楽勝でしょ。パーッと片付けちゃおう。ポイントを奪い合うことを強いられている。
げっぽいことしてみたりして、いけー、あっちゃー、激おこだよー、いけー、超いい感じ、余裕だね。回収クエスト
君やるじゃん。生徒会に立ち向かってるって話マジなの？マジなんだ。それって超すごいかも。やばいレベルですごい。生徒会に立ち向かうなんてゆいぽん以外にいるんだ。ゆいぽんだけじゃ無理じゃね？やばくね？って思ってたけど、君がいればできるかも。なんか君はやりそうな匂いがする。私鼻はいい方なんだ。塗料の匂いもすぐに嗅ぎ分けられるし、君といると楽しそうなことが超たくさんありそう。私のガンプラデコテクニックでバイブスガンガン高めていこう。君の期待は特別に超絶可愛い千夏スペシャル水玉塗装にしてあげる。これからよろしくね。リーダーいる？迎えに来たよ。一緒にガンプラデコろうよ。そういうのやめてほしいんだけど。え、どうして？このクラスはサイドゼロのリーダーである彼がいるせいで生徒会に目をつけられているんだよ。そんな状態なのに自由にガンプラを作ろうって教室で言ってるのがバレたら。だから教室で生徒会を刺激するような言動はやめてほしいんだ。へえ、マジで言ってる？それ、君たちってさ、何のためにガンブレ学園に入ったの？上坂さん、みんなの気持ちも分かってあげて。先生までそんなこと言うんだ。ガンプラ作らないならここにいる意味ないじゃん。ここがダメなら別のとこに行こうよ。ここなら自由に話せるね。ねえリーダー、さっきの話だけど、なんかみんな生徒会のせいでガンプラを作る楽しみを忘れちゃってる。もう1年の時は全然こんなんじゃなかったのに。このままじゃダメだよね。絶対生徒会をへこませてやろう。私たちで前みたいなアゲアゲの学園に戻しちゃおう。そのためにもミッションで特訓するよ。クエストクリア。